Yo, what's up guys? My name is Lucas. This is Jarus. And this is G. Today, my brother, we were going to interview the Japanese people. Why they don't say I love you to each other? Actually, there's a lot of ways to say I love you in Japanese, as if suki or aishiteiru. But if we translate it the proper way, suki means like. So like, suki desu te itara. So like, if they say suki desu, it is like I like you. And people from foreigner countries might think, no, it's not the proper way to say I love you. It's not the proper way to demonstrate your love to your lover. So you're gonna ask Japanese people about why they don't say I love you to their lovers. Why, bro? Why don't you say? I do say I love you to my girlfriend. Girlfriend? Yes. Sure? Or even your family? To your family, bro? My family too. Oh really? How about you? What about you? Are you seeing? Are you? Leave in the comments. We wanna know. Yeah. Boom. So please stand by and watch our video. Let's go to the video. Yeah. Let's get. 誰かさんを探してインタビューしたいと思います。誰でもいいので。あ、この、あ、これ忙しそうだな。忙しそうだ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。ね、これまっすぐ行きましょうか。お兄さん、まっすぐ行きましょう。Because it's Sunday, there's no people, you know. They are saying that like.Yeah. People from Japan are not beautiful. No, I mean, you know, they are inside, they are in the club. After 2 hours and 3 hours, they're gonna get drunk and they'll like this. We can interview them, right? Right, bro? Alright. Okay, we have the first target here. Excuse me. Okay. Okay, that's my mistake, my brother. Let's get another girl. Try until you succeed, my brother. So our second interview is here. This girl, let's go. すいません、ちょっとできないでございます。すいません、難しいでございます。So here. Let's do this, my brother. Let's ask them. すいません。あのインタビュー大丈夫ですか ？YouTube。おい。Meet you. ちょ。Do you speak in English?じゃあちょっとだけあの簡単な日本語。ああ。簡単な日本語。OK。何？一個だけ。チャイニーズは愛してるって言いますか？はい、家族に。愛してます。あ、言うんですか？はい。彼氏にも言うんですか？してる？いない、してないよ。今いない。彼氏。今いないんだ。ごめんね。お姉さんは？もう一緒。いない。ありがとうございます。終わりました。ちょっと。失敗でしたね。まあ。質問が違うやで。彼氏いる？いない？ああ、それは寂しいな。ちゃうねん。だから、彼氏いなかったら愛してるって言えへんやん。彼氏に愛してるって俺聞きたかったから。うん、彼氏にも愛してるって言いますかみたいな。うん、それ聞きたいけど、彼氏いないって言ったから。あ、そういうことか。そう。でしょ？で、3回目失敗や。俺、ちゃんとできないな。Do you see the girls over there? Let's get them.Interview. Remember, after crossing the street, you should look to the left and to the right. すいません。ちょっと YouTube のためにインタビューしてもよろしいですか？あ、今何聞いてますかみたいな。あ、それみたいやけど、ちょっと違います。死ぬ。めっちゃ見てる。YouTuber? Yes, sir. Yes, sir. 日本人が愛してるっていう言葉をあんま人に言わないじゃないですか。その質問をしたくて。ちなみに皆さん彼氏っていないです。いないですか。じゃあ前いるときは愛してるっていう言葉を言ってます。あ、言わない。言わないんですか。何を言うんですか。大好き。好き。あ、やっぱ好きなんだ。好き。可愛いわね。好き。せーの。好き。それって家族にも言えないですよ。お母さんとかに。言わないです。何も言わん。マジ？なんで言わないんですか？ちなみになんで？マイク？これちょっと安いマイクなんでちょっと。TikTok。Yeah。TikTok？ これ TikTok じゃない。YouTube ほんまにガチで。あ、リアル YouTube。リアル YouTube。うん。なんで言わないんでしょうかね。恥ずかしいから。そう。恥ずかしいか。その愛してると好きの違いは何ですか？
深いか深くないかちゃん、うん、まあ、あんま深く言うことないもん。まあそれだけやな。それだけです、はい、すいません、まあ、それだけなんでありがとうございます。はい、はい、バイバイ。忙しいからすいません。 Let's do this! You ready?Go! Can you do the first move? Can you do the first move, my brother? Brother? Yes. Okay. Thank you so much, my brother. すいません、ちょっと忙しいところすいませんですけど、なんか YouTube のためでインタビューしてもよろしいですか？ YouTube? いいですか、YouTube でインタビューしても大丈夫ですか？ちょっと、日本語ちょっとあんま喋らないんで。ちょっと簡単な質問で。ちょっとマイクください、マイク。ちょっと。しません。なんて質問。あのちなみにお姉さんたちは彼氏、彼氏。No. No 彼氏。Oh my goodness. No 彼氏。Single. Not single. Not single. そうそう。あの彼氏いた時はこの言葉使ってました。愛してるっていう言葉。たまに向こうが言ってくれたら言う。男が言わないと言わないんですよね。自分からは言わない。言ってこないんですか、うん、なんでですか。なんでなんで。愛してると大好きはまた違うから、うん、なんか簡単に言っていい気がせんから。ああ、なんかめちゃくちゃ深いって感じですね。うん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 。なんで深くてもいいじゃないですか別に。それがちょっと軽いよな。うん、なんか簡単に言ったら軽く聞こえるから。結婚してたらまだな。うん、特別な時だけとかにしたい。なるほどね、うん、なるほど。ちょっとね、あ、ちょっとちゃんね、俺ごめんね、こんな質問で。あの、こういうの初めてなんで、もうほんまに恥ずかしいなんですよ。あの、コメントで、YouTube コメントで結構来てるんで、なんで日本人って愛してるって言わないんだろうな、みたいな。でも恥ずかしいじゃん。うん、その動画を今みんなのリクエストで。何ちなみに家族には言えないですか、愛してる。言わないわ。な、why? なぜですか。愛してる家族言わんくない。言わん。なんでだろう。恋人だけに言いますか。うん、絶対言わんやろ。日本で言わんと思う。そういう習慣がないから。その育ってきた環境で。じゃあもし海外の人と付き合ってたらもしかしたら言うかもしれない。海外の人、うん、言うかも。そういう文化になれたら。なるほど。やっぱ言わないんだな。もうそれだけなんですよ。ありがとうございます。もう結構でした。今日何してあるんですか。なんでここに座ってる。ちょっと飲んでご飯食べたから休憩で。休憩。なるほどな。楽しいですか大阪は。大阪の人方ですか。うん、あ、なるほど。どこ行ったんですか。どこのクラブ。居酒屋やな、うん、あ、居酒屋かクラブじゃなくて。あ、やっぱちょっと落ち着いたところがいいですね。バーとかはいいかな。たまにバー、たまに。あ、バー、やっぱ落ち着いたところがいいんですよね。今ちなみにあの1個で聞いていいですか。いくつですか。20歳です。20歳21。わ、若いね。いいね。もう遊びたいよね。それそれね。まあそんな感じで、まあありがとうございます。なんか言いたいことある。あ、あります。すいません、この周辺にはおすすめのとこありますか。おすすめな。結構面白そうなところ。今でもそうやけど普段でもいいけど。えひらっぱじゃん。ひらっぱ、ひらっぱ、イルミネーション。イルミネーションがめっちゃ綺麗やで。まあそれだけと思います。ちなみによりも初めてやからちょっと恥ずかしいです。もうみんな初めてやんで。彼氏、なんか恋人とか家族には愛してるっていう言葉って言えますか。言えなくはないかな。なんかそのみんながなんかその恥ずかしいっていうか、まあ愛してるじゃなくて好きって言うし、言える人と言えへん人いるんじゃない。ああ、そうか。ちなみに彼氏にも言います。いません。もしいたら。もしいたら。愛してるっていうことは。言いません。でもお母さんでもお父さんでも。そう、お母さんでもお父さんでも。家族には言わない。言わんな。お母さんは言わないんですか。ちなみに。言わないんですか。お母さんは。何を言うんですか。何も言わへんかな。じゃあどうやって。逆に言う。言うときなくない。じゃあどうやってその気持ちを伝えるっていうか。気持ちを伝える時がないかも。あ、じゃあ彼氏にも言わんかも。何を言うんですか。好き、好きとかは。いや、あんま言わんかも。あ、言わない人もいるんだ。
なんかみんなはなんか好きとか言うんですよ普通に。うん、人によるあ。お姉さんは自分は言わないと思う。それ悲しいな彼氏。っていうあのインタビューですいませんありがとうございます。もう協力してあげて。あのちなみにこれ YouTube でアップしても大丈夫ですか。OK。Yeah。OK。すいません。ちょっといいですか。ちょっといいですか。インタビューいいですか。愛してるっていう言葉をなんで日本人は言わないっていう。重いからじゃない。なんでちなみに言わないんですか。そんな使う言葉じゃないそもそも。あ、そうなんだ。うん、なんで好きとかは言うけど愛してるまで言ったらさ、ちょっと重いなんかちょっと重いと思う。あ、僕外人です。あ、僕外人です。見た目は外人です。でも3人間も外人やで。確かに。でも一番外人。あ、でもありがとうございます。撮ってる。インタビューいいですか？あれ。どこやったっけ？難しいやLet's go to another girl。 俺You're the first mover, brother。 どれ あ、出られた。彼氏よるかもわからないね、あいつは。難しいですね。恥ずかしいよ。彼氏が怒られたら俺の顔にパンチするかもわからないね。 Let's go to other girl。じゃあ次行きましょうか。 Maybe it's way too late for interviewing people. Peace, baby. Let's do this, baby. すいません、忙しいところちょっとインタビューしていいですか。 YouTube。 あ、いいですか。なんで日本人があの彼氏に愛してるっていう言葉を言わないっていうか家族に。深すぎるやろ。そう、それをいや日本人が言わないんですよ。愛してるっていう言葉を。あ、彼氏に言わない。イエス。恥ずかしいからじゃない。恥ずかしいから。じゃあすいません。バイバイ。とりあえずありがとうございます、ね。ありがとうございます。恥ずかしいだってマバル。大丈夫。だち。やっぱ恥ずかしいかな。やっぱ恥ずかしいよね。うん。So which means they are shy。恥ずかしいって言うんだよね。やっぱ愛してるってことは It's like 深い Deep So deep Like ocean deep。 お前 I'm crazy。 だから軽い言葉で言いたいってことだよね。好き。そうだよね、うん、そっか。じゃあそんな好きじゃないって思ってしまうよね。 Yeah, like the other girl, like she said I don't like saying like I like you。 好きとかは言いたくないから、うん、なんか何も言わない。その愛を伝えるのをあまりないみたいな、うん、日本人ってあります。うん、難しいね。難しい。例えば俺がその日本人と付き合ってたら多分愛してるって言われなかったら多分愛してもらってないって思ってしまうだよね。わかる。やっぱりあの文化的な。やっぱ違うよね。そう、うん、だから If you guys want to have a girlfriend like relationship with a Japanese woman, you have to prepare. You must not like really expect them、yeah. to say I love you to you. Yeah. It's not something common for them. It's not about the code. It's like it's something about the culture thing. But they don't usually say I love you.、Yeah. Just I like you. You just say I like you, yeah. Yes. That's it, my brothers.But don't take it personal. Yeah. They might love you, but they just don't tell you. Yes, they are just shy or something, you know. That's it, my brother. That's all for today, my brother. Thank you for watching. Please hit the notification bell and subscribe to our channel, Variety Vortex. Yeah. We count on you. Yeah. Please subscribe.